こんにちは、J1BJT です。2023年11月19日日曜日、玉川コンテストを今やってるみたいですね。1時から3時までなんですけども、もうすでにね、始まってるみたいなんで、自宅のベランダに釣り竿を出して、50メガの CW のあたりを少しね、ワッチしてみようかなというふうに思ってます。玉川コンテストは、昨年は参加したんですけども、今年はちょっと参加を見合わせようと思ってるんで、あくまでもね、ワッチだけです。今日はワッチだけです。コンテスト規約ね、こちらにありますけども、主催はアポロハムクラブさんですかね。今日19日の日曜日の1時から3時になる手前まで、国内アマチュア局及び SWL ということでね、やってますけども、50メガヘルツ帯ですね、6メーターバンドで行われますと。CW、AM、SSB、FM という形になるんですけども、私の場合ね、昨年は多分 CW と SSB 一つちょっとね、出たと思うんですけども、まあ、CW だけね、聞こうかなと思ってます。で、ここにですね、流域ということで、多摩川ですね、多摩川っていうのは東京都、もしくは東京と神奈川の間を流れている川なんですけども、奥多摩の方からね、流れていて、羽田のあたりまで、というね、川なんですけども、私住んでるところが世田谷区なので、こちら SE ですね、多摩川の流域になります。流域面ですし、実は自宅から目の前に多摩川が見えるような場所なので、ベランダからね、多摩川が見下ろせるような場所に住んでおりますので、多摩川自体は地元っていう感じがしています。なんですけどね、今日ちょっとね、外でお祭りをやっていて、入るかどうかわかんないんですけど、ね、今ちょっとそういうお祭りの音が、もしかしたら入っちゃってるかもしれないんですけども、そのあたりはご容赦ください。CQTA テスト、玉川コンテストっていう形でね、やってます。CW で3点、フォン2点みたいな形なんで、まあ CW でね、先に更新するのがいいんじゃないかなと思うんですけどね、このマルチが全部取れるかどうかっていうところがね、面白いんじゃないかなというふうに思います。当然、流域外から、ここら辺を見下ろせる場所からね、やってっていう方もね、いらっしゃると思うんでね、流域外に大きなアンテナ立てて移動運用されている局も今日はいるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、とりあえずね、しのごも言わずにバッチしてみましょう。こんな感じでね、なってますけども、まあ、50ですね。50.050 から090なんでね、70ぐらいがだいたい真ん中ぐらいになると思うんですけど、こんな感じで、出ています。そんなにたくさんは出てないと思うんでね、下の方からね、見ていこうかなと思います。ここですね。50.0 から上なんで、ここはね、出てないんで、この次ですね。ここら辺から、こういう箇所、こんな感じで入ってます。タタタタタ。SA。まあこうやってね、CQ 出てるんでね、コールサイン何か聞いてくっていうぐらいですね、面白いのは。X ベイですね。X ベイなんで、流域外ですね。まあ流域外から出てる曲で、まあコンテスターでしょうね、これね。はい。これはね、X なんでね、自分で更新する相手としては、まあ、1個更新すればいいだけなんで、パスでしょうね。タタタッタタ、SA、栽培区、川崎市栽培区。これも多分移動ですよね。タタタタタ、SA、栽培区。まあ、これがね、先に取れればね、いいんですよね。11番。やっぱ X ですね。まあ、6メーターなんで、自宅から出るっていうよりも、ロケーションのいいところから出てるってのが多いんでしょうね。ここいるかな。
いないですね。いないっていうか、ここで、うちで入らないだけで多分いると思うんですけど、入らないのはスキップですね。これも X ですね。やっぱり移動曲で X で出てるって感じですよね、これね。やっぱ X ですね。まあ、こんな感じでやっぱり X で出てる曲が多いと、移動曲が中心なんですかね、やっぱね、玉川コンテストは。ちょっと入んないですね。タタタタタって、8から始まってとか呼ぶんでますね。これ記念曲入ってるのかな、どっか。ちょっと聞こえないですね。聞こえないんで、ちょっと次切っちゃう。あ、タタタタ、IN、稲城市ですね。まあやっぱり、まあ、基本的には皆さん移動ですね。まあこうやってね、出てる曲を見つけて、タタ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 タ X、 タタタタタタ日野市、ご本尊が流域外で呼んでたのが日野市。まあこういうのを聞いて、コールサイン取ったり、まあコールサインだけじゃなくてコンテストナンバー聞き取りっていうのが練習になると思いますね。あ、すごいすごいすごい、これ結構火山と呼ばれてる。タタタタ TK 玉区ですね。まあこういう感じでやればいいんじゃないかなと思います。で、僕今なんでね、今年ねちょっと説明しますけど、なんで今年ねこんなことやってるかっていうとね、別にその誰が悪いってわけじゃないんですけどね、私2年前からね始めたんでね、あんまりねコンテストがどうだこうだとかって分かってないんですけども、 CW の受信練習にコンテストを利用させてもらうっていう形でね、ちょこちょこ出てたりしました。で、去年の今頃やってたと思うんですけども、今年のですね、まあ今月ですけど11月の頭かな、1日ぐらいに QSL カードが届いて、その中にですね結構玉川コンテストの QSL カードが結構入っててですね、まあ正直びっくりしたっていうかですね、想定外だったんですね。まあ他のコンテストでもね結構もらってたんで、なんとなくは分かってはいたんですけども、で改めてね、そのコンテストと同じ時期に去年のコンテストの QSL カードをいただくとですね、私去年のコンテスト CW に関しては自分から QSL カードを出していないので、どれをいただいても全部返さなきゃいけないって状態になってしまうんですけども、なんとなくねそれがまあ言いにくいんですけども、いただくのはありがたいんですけど、やっぱりものすごく自分にとっては負担に思えることで、コンテストに出るのはねちょっともうやめようかなっていうふうに思いました。国内のコンテストで本当にねQSL カード交換したくて送ってくれる人っていうのもいらっしゃると思うんでね、それにはお答えしたいんですけども、なんとなくうるさい人がいるから全件出していこうっていうことをやってる方が結構いらっしゃってですね、それと同じ形で全部一括印刷でされているカードかもしれないものを紛れてるんで、で私はそれを見ながら全部一枚一枚手書きで返信をすると、別に
手書きで返信するのが偉いとか偉くないとかって話ではなくて、1枚処理するのにかかる時間がコンテストで更新している時間よりも長いんですね。ただそれだけです。僕は更新するのはとか練習するのとかは自分のためになると思ってやってるところがあったんですけども、まさか後になってねそういう手間がかかるとは思ってなかったんで、ちょっとね国内コンテスト、これはね JAL ではなくて、JAL 登録クラブかもしれないですけども、アポロクラブさんってその、ね、民間なので JAL みたいにうるさいこと言わないんじゃないかなとは思ったんですけども、コンテスト自体はうるさいこと言わないと思うんですけども、コンテストに参加されてる方の中でやっぱどうしてもねそういう QSL の紙カードを送ってこられる方が潜在的に多いという可能性があるので、私は今の現状のね QSL カードの状況を考えてですね、自分はそこはねあんま参加しなくていいのかなっていうことで今回参加は見合わせました。で、代わりにってわけじゃないですかね。こうやってね、自分にとって必要な、練習って言ったら語弊があるんですけども、CW のバッジとかね、そういったところはね、利用させていただくって言ったら失礼ですけども、自分でね、ちょっと聞けるとこだけ聞いて、コンテストナンバーの聞き取りとかっていうのをね、練習すればいいんじゃないかなと思ってます。過去の動画において、初心者の方に、CW 始めたね、初心者の方にね、CW の練習にコンテストいいですよ、なんて話をした動画も結構あるんですけども、私よりも前から無線をやってる人とかでね、QSL カード特に不自由なくやり取りできてる方はね、問題ないと思うんですけども、もし万が一私と同じような感じでですね、形式感バックも含めて、最近無線をやり始めて、CW をやり始めてっていう方で、の場合はですね、ちょっとそういうのあたりが、QSL カードの話とかも絡むので、私は手書きで、なので、ね、特にそうなんですけども、全部ね、ハムログに入れて印刷全部しちゃってるから問題ないですよって言える方はね、あんまり悩むことないのかもしれないんですけども、私の場合はちょっとそのハンドリングができてないもんですから、ごにょごにょ言ってたりする感じです。はい。で、今日はこのあたりでね、一旦お話を終わりようと思います。この後ね、ちょっとね、全体的にどうかってところをね、見ようと思うんですけども、うちのロケーションはね、そんなによくはないんですね。6メーターのアンテナを持ってないので、釣竿のアンテナですね、ジンキング720を2段ぐらい上の外したものをベランダに出してるんですけども、それを AH730 でチューニングしてます。なのでね、あんまり効率の良いアンテナではないです。ただし、多分これ玉川コンテストって近くの方が多いと思うので、近くでロケーションの良いとこから出ている電波に関しては拾えるので、こうやってね、チューニング合わせると入ってくるんだと思います。やっぱりポータブルバンですよね、皆さんね。タタ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 タ、OK、奥多摩ですね。奥多摩移動で出てる曲ですね。そういう感じでね。なんか奥多摩だと本当多摩川っぽいですよね。こんな感じでね、聞いていくとね、いろいろね、わかるんじゃないかなというふうに思います。基本的に聞いているのは、コールサインと出しているコンテストナンバーの区の番号ですね。パー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 で KO は狛江市ですね。うちの隣ですね。結構近いんじゃないかなと思いますけど、そういうのをね、こうやってやってればいいんじゃないのかなっていうふうに私は思ってます。タタ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  FU 府中ですね。こういうのね、聞きながらやっているのが面白いと思います。ちなみに今こうなってるのはね、ここをねフィルター絞っちゃってるんですよね。うちはね、どうしても受信が弱いもんですから、フィルターを絞り切ったところじゃないとね、なかなか SNT がね上がらないんでね、入らないんですけども、こんな感じでやっちゃってるとね、ちょっとずれると入らなくなるんでね、今少し広げましたけども、
ポータブルバン、ポータブルバンですね、皆さんね。そうなんだよな。まあ入るかどうかわかんないですけどね、うちからだとねポータブルつけずに呼べるんでね。これも X ですもんね。これもポータブル番曲ですね。まあ、CQ 出してる曲でも比較的ゆっくりめの曲もいらっしゃるんで、まあ、こういうところから読んでみるというのがいいかもしれないですね。はい、じゃあこんな感じで今日のところは終わりにしようかなというふうに思います。玉川コンテストですけども今日やっていて、で最終的には12月3日に締め切りで JAL 形式のものを E メール提出ということでね、 JAL のサマリーシートはバージョン R1.0 って書いてるんでね、まあ、一つ前の方ですね、古い方の JAL コンテストログサマリーを作るページから、まあ、やればできるのかなというふうに思いますね。はい、そんな感じです。この間のね東京 CW コンテストだったかな、何か1個前私出たやつでログの作り方をねちょっと書いたやつあるんですけども、まあ、多分それと同じような形でねやるんじゃないかなというふうに思います。ということで今日は玉川コンテストね今やってるところねチラッとだけワッチしてっていう話をしました。参加してませんけど。ではそんな感じで J1BGT でした。それでは次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。